いらっしゃいませ。かなめです。はじめまして。よろしくお願いします。そんなに緊張しなくていいぞ。あ、失礼がないようにって思うとぎこちなくなってしまって。でもお気遣いありがとうございます。あ、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。私実は前にメイド喫茶で働いてたことがあるんですよ。メイド姿の可愛いお洋服に憧れてたんです。似合ってそうだ。そう言ってくれると嬉しいです。お帰りなさいませ、ご主人様。こんな感じです。私よくマイペースって言われるんですけれど、そんなにマイペースに見えますか？そう思う。ああ、やっぱりそうなんですね。自分でもそう思います。上流さんとお話ししてるとずっと楽しくて、お仕事してる気分じゃなくなっちゃうな。本気で言ってるのか？本当ですよ。なんだか安心するっていうか。今日とっても楽しかった。また来てくださいね。待ってましたよ、上流さん。私、グラビアアイドルになりたいと思ってて、そのために撮影会モデルをしてたりするんです。どんなことをするものなんだ？撮影スタジオでいろんな衣装を着て写真を撮ってもらうって感じです。いつか上流さんにもお写真撮ってもらいたいな。あ、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。私時々グルメ旅行に行ったりするんですよ。うどんを食べに香川まで行ったりとか。すごい行動力だな。そうなんです。普段はぼーっとしてるんですけど、やりたいって思ったらすぐに行動する性格なんです。いやー、私酔うと結構気が大きくなっちゃって、スキンシップとか増えちゃうんですよね。
キンシップされてないんだが。あれ、まだでしたっけ。どうですか。ありがとうございます。この前したお話の続きなんですけど、私ってグラビアアイドルとしてやっていけますかね。このお仕事も楽しくなってきたから私不安で。俺は応援するぜ。ありがとうございます。また不安になったらいっぱい励ましてくださいね。またすぐ会えるの待ってるね。いらっしゃいませ。すっごく会いたかった。上流さん、また来てくれてすっごく嬉しい。会えなくてとっても寂しかった。今回も楽しませてくれよ。もちろん、上流さんとお話しすると絶対盛り上がるから大丈夫。お、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。上流さん、乾杯。私コスプレをして自撮りをよくやるんですけど、最近なんだか過激になってきちゃって。どんなポーズなんだ。ポーズですか。こんな感じです。どうですか。こう見えて私、どんなことも投げ出さないで頑張るタイプなんですよ。そう見えてるよ。すっごく嬉しいです。毎日コツコツ頑張ってると伝わるものですね。今度大きなオーディションがあるんです。それに受かれば少し夢に近づけるんですが、日にちが近づくとどうしてもやっぱり不安で。上流さん、私のこと励ましてくれませんか。いつも通りでいけば大丈夫だ。そうですよね。今までで得た経験をぶつけてみようと思います。ねえ上流さん、この後予定空いてますか。アフターどうですか。ご一緒しよう。やった、ありがとうございます。楽しみ。じゃあまた後でね。お待たせしました。それじゃあ行きましょう。私
行きたい場所があるんですよ。行きたい場所？どこに行くんだ？秘密です。でも大丈夫、いいところですからついてきてください。ブティック、ここがいいところか？いえ、ここには準備しに来ただけですから違います。いいところはまだ秘密です。結局いいところってのはどこなんだ？それに何やら買ったようだが。じゃあヒントだけ教えてあげますね。今買ったのは私と上流さんの分の三月ですよ。気持ちいいねプール。あら、上流さんも早くこっちおいでよ。貸し切りだから誰もいないよ。ありがとう。もうそんなに興奮しないで、朝までずっと一緒なんですから。